令和5年2月17日、ザ・ Q&A メンバー限定ライブその1です。それでは瀬谷さん、お願いいたします。はい、岸田政権の劣化激しいです。この先どうなってしまうのでしょうか、という宮城県の T さんからのご質問からです。はい、はい、NHK ニュースさんの2月16日のツイートをご紹介します。はい、これは命に関わる話だ、岸田首相キーウ電撃訪問は、という記事を紹介し、首相の年末キーウ訪問を検討する極秘打ち合わせの一部が外部に漏れた、官邸内で首相は怒りをあらわにしていた、電撃訪問はこれからあるのか、政権内でも賛否が渦巻く訪問検討の知られざる舞台裏に迫る、ということで、なんで総理執務室で話した内容がすぐ外に漏れるんだと総理は怒りをあらわにしていたと。息子さんじゃないかということなんですが、多分その一番最初に疑わなきゃいけないの、ねえ、なんでだ。はい、でこの軍事ライター JSF さんのツイート、意図的なリークじゃなかったということは裏切り者がいたということなので、漏洩元を特定して処分しないとまずいんじゃないですかね。ちょっとうちに帰って聞いてみたらいいんじゃない、はい、まあね、だけど 今このタイミングでね、僕の個人的な意見だけど、岸田さんがウクライナ行ってもね、そうなんかもうしょうがないでしょ、しょうがないです、ね、だからもう日本が出ていくべきタイミングが一番最初の、侵攻前にトルコがいろいろやってたでしょ、あのタイミングで日本からも一言、これは絶対戦争は避けようと、じゃあミンスク合意は一体どうなったんだと、ここでもう一回見直そうじゃないかとか、はい、そこで出てって努力したという実績を残すと、その後どうなろうともね、まあ、それができることだったと思うんだけども、始まってからできることはないですよね。しかもここまで来て軍事力ないんだから日本は、でのこのこ出てってでどうするんっていうね、ということなんで、もうやめた方がいいと思うんですが、まあ、しかしそれとは別にあっさりバレるというですね、はい、ことですね、はい、その次の、はい、はい、話題なんですけれども、森永さんのツイートです。はい、日銀次期総裁に植田氏、初の経済学者出身、14日国会提示という記事を紹介し、複数の与党幹部と政府関係者が明らかにした、リークしたらあかんすよ、もうそれリークされてるっていうことぐらい、はい、これは異例の事態なんですか。いや、今回結構いろいろお漏らししちゃってて、2月の確か7日かなんかに、そもそも日銀の人事案を提出するみたいな話が最初確かあったはずなんですよ。その前に雨宮氏に打診っていうのを日経がすっぱ抜いて月曜の早朝に、でもそれで相場も動いちゃったんですけど、ただもう早々に政府高官が、いやそれは聞いてないし違いますぐらいの結構強い否定をしたんですよね。でなんか日経飛ばしかよって思ったら、まあ即座に今度は植田総裁になるみたいなのがまた漏れてしまったと、でそれを受けて今度は2月14日に人事提案をするみたいな、従来漏れるはずのないものがもうなんか2連発でお漏らししちゃったみたいな。これなんかちょっとあちこちで漏れるようになってるんですね。どうなんですかね、はい、だからこれはちょっと本当よくわかんないんですけど、もともとこれなんか日銀人事ってちょっと変なルールがあって、お漏らししちゃった人事はダメってルールが昔はあったんですよ、だ事前に出ちゃったものはダメよってルールがあって、確かね2008年かなんかもそれでお漏らししちゃったせいで人事が流れたことがあったんですね。ただ2013年ぐらいに、いやなんか本当にベストな人事なんだったら仮にお漏らししちゃっても別にしょうがないからその人にすればいいじゃんって話になって、そのルールというかまあなくなったんですよ。だから今回も雨宮さんって出た時には、まあ、一部の人は雨宮潰しのためにリークしたんじゃないかって言ってたけど、いやでもそのルールはもう2013年撤廃されてるから、まあそういうつもりじゃないんじゃないかっていう意見もあって、だとすると単純にガバガバになってるだけじゃねえのっていう話ではあるんですよね。なるほど、まあ、でもそもそもそのルールも変な話ですよね。そうなんですよ、正しい、まあ、いい政策をやってくれる人を選んでるはずなのに、
その漏れたらダメっていう、うん、なんかそれで、まあ、撤廃されてよかったですけど、なので多分今回はこの後人事について国会でその議論するわけですけど、うん、おそらく野党側のまあ多分反対意見というか、この人事はダメだみたいなのを言うポイントの一つがおもらしだと思うんですよ。そんなおもらししてけしからんみたいな。まあ、だけどいやそれは確かにそれは危ない、おかしいですよね、うんうん、さっきの話もあの首相のねウクライナ訪問の話もそうだし、やはり全体としてやっぱりガタガタになってきてるんだろうなというのは感じる。だって安全保障もうねゆるゆるでね、はい、そんな偵察気球が来てもね気球に聞いてくださいとかっていうような感覚なんだから、うん、まあガタガタになってきてるのかと思うけども、しかしやはり当然これはあのその人材本位で考えなきゃいけないことは変わりないですよね。そうですね、うん、なんとなくちょっと若い頃の松山千春を思い出す要望ですけれども、本当ですね、はい、まあ、初めてのこう経済学者ということなんですね、はい、ちょっとこれについてはまた改めて森永さんに後ほど解説していただきたいと思います。はい、はい、それで次は、はい、ポスト安倍継承萩生田氏が決意、リーダーをざわつく派内ということで毎日新聞が報じてます、うん、はい、自民党最大派閥の安倍派96人の萩生田光一政調会長が安倍晋三元首相の一周忌にあたる7月をめどに新会長を選出すべきだとの考えを示し、派内がざわついている、うんうん、萩生田氏がポスト安倍に名乗りを上げる腹を固めたのではとの見方が出ており、うん、集団指導体制を敷いてきた同派の均衡が崩れる可能性がある、うんうんうん、と報じられてます、うん、まあだけどこれ1年間決められないっていうね、うんうん、普通はねもう次が育ってなきゃいけないんだけど、1年間も決められて、また今度、まあ、萩生田さんが決意したのかなっていったらざわついてるってことは、あのピシッとまとまってないっていうことでしょ、それは、うんうんうん、まあちょっとね、まあ、ちょっと早くねしっかりとまとめてほしいですよね、うん、はい、はい、さあ次行ってみましょう。はい、続いては続いてのコーナーは、さやの許せないニュース、狂った緊縮のせいで、ということで、はい、はい、懐かしい室伏健一さんの2月14日のツイートを見てみましょう。はい、東京芸大が練習ピアノ売却、本当にやばいかもしれない、学生に動揺広がる、学費学食値上げしても予算不足という記事を紹介し、どこの発展途上国の話かと思ったら日本の話、しかも東京芸大の話、運営費交付金の減額影響してますよ、だってずっと減らされ続けてきてるんだから、国立大学法人制度の失敗は明らか、速やかに元に戻すべしというツイート、室伏さんがされてますね。そしてさやさんもツイートしてますね。はい、電気代高騰と運営費交付金減額で東京芸大のピアノが維持できず売却、うん、文化もアカデミーも守れなくなりつつある日本、お金で買えない価値あるものが狂った緊縮のせいで失われていく、切なくて仕方ありませんと。これあの、うん、ピアノが維持できないっていうのはどういう維持費が、はい、かかるんですか。まあ、やっぱりあの、はい、いわゆる調律費だったりとか、はい、あと空調、はい、そのピアノの、ね、うん、コンディションを維持するための空調とか湿度とか、うん、温度管理とかそういうものが必要なので、うん、練習室に、ね、1台ずつ置いてあるんですけども、うん、それすらも維持できなくて、でピアノって買うときは高いんですけど売るときは二束三文なんですよね、うんうん、だからそういう、まあ、楽器を売ってそのピアノの売ったお金でまたそれを、他のピアノの運営費に回していくっていうようなスタイルが取られつつあると。共食い的な。共食い的なことですね。数を減らさざるを得ないと。ピアノを売らなきゃならない東京芸大って。うん、やばくないですか。ここまで来たかなっていう感じがやっぱりありますよね。それでここでさやさんは、うん、はい、この緊縮がいけないって言ってるわけなんだけど、うんうん、ただ緊縮はいけないと言ってもその、はい、関係ないところでいっぱい使ってるでしょ、うん、あ、うん、やっぱりねツイートされすると、まあ、ツイッターって集合値なんで、うん、皆さんも緊縮もダメだけど狂った、うん、その
支出ね、支出もういけないよねっていうふうに書き込まれる方もいて、うん、その通りだなとは思ったんですが、うんうんうん、まあ、こう緊縮っていうのはいわゆるこれ、室伏さんも書いてますけども、うん、その国立大学の法人制度っていうのができて1990年代なんですけれども平成16年かにできたそうなんですが、まあ一応国の予算は割り振るんだけどもその運営はまあ法人化して独立していわゆるまあ民営化の手法を取っていこうというような形で運営の方はもっとこう時流に応じたそのね、募集の仕方だったり運営の仕方をしていこうと。でこれによってどんどんその交付金が毎年 1% ずつ減らされてきてしまっていて、うんうんうん、でなおかつ人員も削減しましょうっていうスリム化しましょうっていうことになって、でこの、まあ、国立大学法人化制度のせいで日本のいわゆる東京大学とかの国際ランキングってここ10年の間にどんどん下がってきてたりとか、うんうん、まあこの芸大の話も最たるものなんですけども、うんまあ、そもそも運営自体が厳しくなってきてしまってるっていう現状があるの でなんでこういう制度を入れようかっていうと単に国が予算を出したくないから財務省が、なるべく支出したくないからっていう国債を発行したくないからっていうことがやっぱり大元にあるのかなって思うんですが、うん、いかがですか。まあ、本当にそのこの間ちょっと自民党に呼ばれて議員の前で話してきたんですけど、なんかその時の動画が切り抜かれてなんかツイッタートレンドに一回入ったらしいんですけどね、その時言ったのは子ども食堂が2012年かなんかからもう本当増え方が異常なほど増えてるんですよ。でまずそれを見ておかしいと思わないんですかと政治家の皆さんと、でなんかやばい連中はですね美談にしてるわけですよ。素晴らしいと子どもの食堂が増えて素晴らしいみたいな、ちょっと待てと子どもがご飯もろくに食えないことを何誇らしく思ってんだお前はという話ですよね。でその動画の中で説もう一個紹介したのがね、無縁仏の引き取り手がいなくなってると、でそれは僕はなんか親から虐待を受けたりしてて親だから親だけど親とは思えないとこいつには虐待され続けてきたと、だから受け取り拒否なんだと思ったらまあ、そういう例もあると、ただそうじゃなくて火葬とか葬儀代が払えないっていうケースが増えてると、でそういうなんかそのなんだろうな、その国会議員からすると想像もできないんだろうけれどもそのクラスの貧困者たちがいっぱい世の中にいますと。ピアノも学芸大入ったのにできません、まあ、もちろんちょっとは残るんでしょうけど台数が減ってしまいますみたいな、このなんか異様なほどの貧困ぷりをどうとも思わないんですかっていう話をしていて、例えばその財政を出す出さないっていうのはこれはもう永遠の議論で出した方がいいって人もいるし出さない方がいいっていう人もいるし、まあ僕はいろんな人と話してるから、まあ、別にそれぞれ考えがあるのはまあご自由にって感じですけど、ただちょっと待てと、そのなんかなんとか理論とかなんとか学派とかの前に お前おかしいと思わないのと、一人の人間として子供がご飯食べられませんとか親の葬儀金ないからあげられませんとか、おかしいと思わないですかっていうのを結構言ってるわけです。なのでなんかその財政云々以前だとお前らと道徳心はないのかと、最近ね僕ちょっとそっち側になってきたんですよ訴え方が感情に訴えますね。理論とかだと平行線になるけど、だからさっきあの平井さんがねアメリカの議会で、まあ、民主と共和はねお互いバチバチやってるけど、国を守るってなったら一本化するって言ってたじゃないですか。僕それだと思ってて、その緊縮派でも積極財政でも何でもいいけど子供がご飯食べれない、お前いいのそれっていうところ、まあ、それに通じますよ。そうですね、ピアノ弾けた方がいいじゃん、だってそれでご飯食べたいって言って勉強してるんだから、そこからピアノを奪っていくような現状がそう何派とか関係なく、まあ、ただ国として正しいと思ってんのっていう、そうですね、ことをちょっと聞いて回ってるんですよね最近実は議員の方たちに、反応はどうですか。そうだねって感じですよそうだねそうだねじゃなくてもう20年そうやってんだろっていう話ですけど